はい、どうもビタズファクトリー工場長ビタでございます。よろしくお願いいたします。今回紹介する、レンズですが、コニカの、ヘキサノン AR50mmF1.7 というレンズで、ございます。前回のですね、オリンパス C8080 キャメリアの C8080 という、レビューの作例内に、このカメラとこのレンズ、セットした状態で一緒に作例、撮ってきましたよっていうのを入れたんで、ご視聴いただいた方は、次これ来るなっていうのはお分かりいただいたかと、思うんですが、レビューしていきたいと思います。少し前にですね、ヘキサノンで言いますと、これ、コニシロク、コニカの、名前が変わる前、コニシロクのヘキサノンF1.852mm というレンズを購入したんですが、あんまりですね分かってなくて、コニカのマウントは AR 全部 AR で互換性があるもんだなと、思ってたんですが、どうやらですねコニカの F マウントという、このレンズを採用してまして、 F マウントはちょっと違うと形がで、改造して一応これペンタックスの K マウントで使える状態、にはしているんですが、まあ撮影距離が限られると、無限遠が出ないと、いう状態で作例を撮りに行きまして、でそんなに、まあ、無限遠出す必要っていうのはないんですよね。風景撮るときしか無限遠使うことはないんですけど、まあなんか無限遠使えへんっていう制限がある時点でちょっと使いにくいっていう、そんなに風景撮らないんですけどね、なんかこう制限されてる状態で使うっていうのがなかなかですね、苦痛でして、でまあちょっと一旦保留と、作例も撮りましたけど保留という形で、しておりまして、でそんな中ですね、この、ヘキサノン AR の 50mmF1.7 を、ゲットしました。で一応本体付きでゲットしましたね。コニカの ACOM1 というカメラとセットで、ゲットしまして、このカメラ自体もちゃんと、動作は確認できましたので、フィルムカメラとしてもまあ使えるこのレンズですね。で 135mm も一応コニカの AR マウントのもの持ってますんで、50mm と 135mm が一応コニカでは使えるということで、この A コン、そのうちまだ使ってみたいなと思っておりますが、まあ先行でですねレンズのレビューをしていきたいなというところでございます。でコニカっていうとですね、まあ 135mm のレンズ使った時も、お気に入りの感じでして、でこの 50mm もですね実際使ってみると、まあいい感じかなというところはあるんですが、実はですねかなりレンズがカビておりまして、よっ、はい、もう悲惨な状態ですね。一応こんな状態ですが、作例を撮ってきました。で逆光とか、まあ、光の入りやすい環境状況、とかですね、あと、まあ、絞り解放っていうのを避ければそこそこ普通に撮れるということで、撮ってきておりますが、一度ですね、清掃レンズの中ですね清掃した上でまた作例を撮りたいなと思ってますが、まあ、一旦ですね使ってきましたので、公開したいなと。で後日、綺麗にしたバージョンでレビューということでね、スライド、前回のこの曇ってるバージョンのスライドプラス新しい綺麗にしたバージョンのスライドっていうのを、っていう構成でですね、前キャノンの
キャノマティックっていうので、やりましたけども、やりたいなと思っております。まあ、そこまでするっていうことは、かなり個人的に気に入ってるというレンズですが、絞りバネ枚数見ていきます。絞りバネの枚数は、なんか、めっちゃ形歪んでる気がするんですけど、6枚ですね。6枚。ちょっと形歪んでますけど、6枚の絞りバネ採用。で、絞りは F16 まで、絞れると。で、一応 AE という、ところまで合わすと16よりさらに絞れるという、状態ですね。まあ、これフィルムカメラの AE の機能に使うときに使うも、ところなんですけど、これは、まあ、マニュアルで使う上では AE16 よりさらに絞れるという状態でした。で、開放 1.7。 開放 1.7 ではやはり描写は甘い感じなんで、まあ、2.8 とかまですると、ピシッとかなりシャープに撮れると。で、結構段階がですね、ざっくり 1.7 の次 2.8 ということなんで、まあ2とか間にあればいいんですけど、途中ね、あのカチッて止まらないですけど、まあ大体2ぐらいかなとか 2. 何歩ぐらいかなっていうところで止めて使ったり、する場面もあったりしました。で、最短撮影距離ですが55センチ。まあ大体60センチのものとか結構多いですんで、それで言うと少し寄りやすい、寄れる、レンズでしたが、まあやっぱり45センチ、50ミリとか標準レンズで言うと寄れるものであれば45センチまで寄れますので、まあこの点ではちょっと、もうちょっと寄りたいなっていう、場面もあったりは、しました。ので、まあ花とかですね、撮る上では少し物足りない感じはありましたが、大変写りに関しては気に入ってると。いう状態、まあこんだけ曇っててもね、気に入ってるという状態です。何なんですかね、なんかコニカのレンズっていうだけで、僕はときめいてしまう、ですけど、皆さんコニカのレンズはいかがでしょうか。ときめきますかね。いや、ときめかへんか。まあマニュアルのこういうレンズにときめく人っていうのも少ないですよね。綺麗に撮りたい、ほんまに綺麗に撮りたいっていう人は、まあこういうレンズは使わないと思いますんで。なので、まあ面白く撮れたらいいなとか、まあちょっとマニュアルフォーカスっていうのをやってみたいなとかっていう方は、こういうレンズ、買ってみてはいかがかなと思います。まあそんなに多分値段もそこそここなわれてると思います。4、5000円あれば全然綺麗なものが買えると思いますので、またよろしければカメラ屋さん覗いた際にですね、ご覧いただきたい、かなと思っております。では、作例をご覧いただきたいと思います。久々のですね、デジカメレビューですね、先日しておりますので、なんかこのレンズレビューっていうのがね、物足りない感じもしますけど、まあ、デジカメレビューはデジカメレビューで説明するところ多すぎてすごい大変ではありますが、レンズの場合は絞りと焦点距離というか、撮影距離とか説明して、コンディション説明して終わりなんで、ちょっと物足りない気もしますけども、もうなんやかんやで9分喋ってますので、作例に移りたいなと思います。では、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。作例をどうぞ。